秋を通り越して一気に冬の足音がぐっと強まった今シリーズ、気温一桁のモーニングレースを乗り越えた6強はさすがの6強、それぞれの思いを乗せた優勝戦。中でも地元西和則はインターレースでこの優勝戦に乗る快挙、どうぞ最後の雄姿を目に焼き付けてください。オートレスからつモーニングレース朝時からつ5日間シリーズ、オートピア宮城解説4周年記念の優勝戦の開始。対戦メンバーは1号艇福岡の大神浩司、2号艇佐賀の中尾誠、3号艇カラスの西和則、4号艇大阪の野添貴弘、5号艇岡山の林雄介、6号艇長崎の重富慎也、以上の6名です。新人は幕張となっていきます。1号艇の大神浩司、初日から連勝街道を突っ走り、そしてここは意地でゲットした1号艇です。2コース2号艇中尾誠、ここまで地元2回連続準優勝中、この悔しさを晴らしたいところ。3コースが3号艇の西和則、自ら切り開いた引退の花道を優勝で締めくくりますか。引っ張って4号艇の野添貴弘、上がりタイムを自身で次々に更新、テクとスピードが違います。初優勝のメモリアル水面、6コース6号艇の重富、林と同期91期、同期の胸を借りてデビューを初めになりますか。進入インコースから1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました優勝戦第12レース。内側2艇好スタート、1号艇2号艇、さあ1周1マーク目旋回は1号艇の大神浩司がインから回る、4号艇の野添が握って待った、2号艇の中尾が刺す、懐を飛び込んで5号艇の林雄介がやってきます。向こう正面1号艇の懐届くかどうかというところ、スタートは前提正常でした。入ってきました伸び足、5号艇の林雄介、残す1号艇の大神突破争い、1周2マークは5号艇の林が先行、1号艇の大神がそれを刺していくインコース、捉えてきそう1号艇の大神浩司、アウトになった5号艇の林雄介、1番と5番、5番と1番激しい突破争い、後方3番には4号艇の野添がつけています。レースは2周目1マーク、1号艇の大神浩司が回る、続いて5号艇の林が外を握って回るも、ここで振り切った1号艇の大神浩司が先頭です。そして2艇身3艇身と見つかりました、5号艇の林雄介は2番手の位置、3番手が4号艇の野添で、上位の台形1番5番4番となって2周2マークです。先頭1号艇の大神浩司、接戦を振り切ってきました。続いて5号艇の林雄介、一旦迫るもまだ2番手、そして3番手は4号艇の野添、1、5、4の体型、レースはこれから最終周回に突入、大きく水が空いての4番手以降が2号艇の中尾誠、4番手、5番手が6号艇の重富慎也、最高峰が3号艇の西和則です。3周の1マークから向こう正面へ、先頭をキープする1号艇の大神、2番手が5号艇の林、3番手が4号艇の野添、1、5、4の体型です。先頭を走る1号艇の大神、強力な行き足からまくりを連発し5連勝、昨日の準優勝戦は逆転で1着を取り、この1号艇をゲット、シリーズリーダーのプライドを守る。